6月5日日曜日に行われた神戸ボール、立命館大学パンサーズ対パナソニックインパルスの戦い、リベンジを狙うパンサーズのキックオフで試合開始。第1クォーターインパルスが先制のタッチダウン、パンサーズを引き離します。しかしパンサーズも第2クォーターで負けじとタッチダウン、両者一歩も譲りません。ですが第2クォーター8分、インパルスの猛攻撃が始まります。対抗するパンサーズですが、3番デュプリーをはじめとしたインパルスの勢いを止められず得点。さらに得点、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 もう止まらない。応援席のムードが暗くなる中、パンサーズは諦めず粘ります。そして第4クォーターでタッチダウン、チャンスを作りますが反撃もここまで。40対14でインパルスが勝利。パンサーズにとっては悔しさの残る試合となりました。そうですね、まあ、やっぱりこの夏が本当に勝負やと思ってるんで、どのチームもやっぱり、すごい、気持ちを入れて、こういう夏を過ごすと思うんで、まあ、もう一度、強い、チャレンジャーという気持ちをもう一回持って、どのチームよりもしんどくて、こういう夏を過ごして、秋に挑みたいと思ってます。そのチャレンジャーとしての今年度の目標を最後に教えてください。日本一です。ありがとうございます。